こんにちは。こんにちは。センターシリアルのビデオ、今回は、第9回ということで、VOLT というタイトルでやりたいと思います。そうですね。はい。よろしくお願いします。はい、します。ちなみにこれ、読み方って、はい、わかりますか？VOLT じゃないですか？これね、ちょっと、いろいろあってですね。はあはあ、VOLT とか、YOLT とか。はあYOLT とか、ね、YOLT あ、はい、あなるほど、まあ、どれがちょっと正確にわからないんですけどはいはい、はい、今の YOLT っていうふうにちょっと呼びますね。 YOLT、はい、IOLT って聞こえるな。IOTLT に聞こえるな。YOLT、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ今日はこれを で、じゃあこれ何っていうのはいきなりね、YOLT 出てきて、謎ですよね。そうそうそう、はい。これちょうどここにあるんですが、はい、これはですね、うん、見えますか、はい、これ、はい。ちょうど、はい、先週かな、10月の25日に、うんうん、発売した、はいはい、新商品で、はい、我が社から。我が社が製造して、もしかして CM ですか？今日 CM です。まあいいですね。今日会社の T シャツ。CM、CM、はい。シードさんのね。そうですね。はい。うん、シードさんの、はい。この製品自体はシードが作っていて、うん、で購入は日本の場合は株式会社ソラコムさんから、うん、はい、しか、まあ、今買えない、はい、製品になってます。で、はい、まあ、今日はこれで動かして、うん、遊んでみようかな、はい、買うのはね、別にソラコムさんの店員はかしこまって言ったけど、別になんてことはなくて、うん、単にユーザー登録して購入ってやるだけ。ああ、そうですね、そうですね。ちょっとそれも見てみますか。どうする、うん、よいしょ。そうですね、これで、はい、あ、映ってますかね、うん、はい、これですね、ソラコムのプレスリリースの方で、うん、シードの、はい、YOLT、うん、発売しました、うん、上がってます。はいはい、お恥ずかしながらですね、はいはい、我が社でプレスリリースを出してなくてです。なぜですか？こちらの、はいはい、こちらの、なんかあれじゃないですか。なんか出しておけばポイントできていいんじゃないですか。まあまあいいですけど。ね、はい、はい、で、ちなみにたまに聞かれるのが、ソラコムってSIM を販売してたり、はい、そうですね、ネットワークのサービスを提供してたりっていう、うん、まあ、会社なんですけど、はい、ソラコムの SIM でしか動かないデバイスですかみたいな、うん、とか、うん、はい、ソラコムと契約してないと物買えないんですか、うん、っていうのを聞かれるんですけど、はいはい、全然そういう縛りがない状態で、はい、はい、そうですね、はいはいはい、で、あ、でもこれ一体何なんだって話ですね。そうそう何なのかですね、はい、はい、こちらのマイコンの基板になってまして、うん、ですね、乗ってるのが LTE の通信モジュール、うん、線の、はいはいはい、と、ARM の、STM32F4 っていう、うん、はいはい、ST マイクロさんのマイコンが乗っているのと、はい、まあ、あと弊社 のグローブシステムっていう、はい、各種センサーが取り付けられるっていう、うん、はい、そういう基板になってます。この横に並んでいる6つのコネクターのところにそのグローブのセンサーが、そうですね、グローブと呼んでるセンサーが接続できます、うん、加工で、でちょうど今10月の25日に発表しているのは、うん、この、YOLT 本体だけなんですけど、はいはい、この、グローブのコネクター、横に6つ並んでるやつですよね、白いやつ。あ、そうです、そうです、うん、はいはい、実はこのページのこうちょっと下の方にもあるんですけど、うん、シードが出してるグローブっていう、うん、グローブシステムっていうので、うん、センサーとか、うん、アクチュエーターとかってモジュールがいくつかあるんですけど、はいはい、まあ、それらが、まあ、ケーブルでピッとこうさせるっていうコネクターがついてます。なるほど。なので、まあ、例えば温度測りたいねっていう場合には、うん、グローブの温度センサーを、まあ、買ってきて、うん、ケーブルでここにプチョッとさせて、うんうん、まあ、その上で、この YOLT 上のマイコンで動くプログラムを入れ込むと、うん、まあ、LTE 通信でクラウドまでデータが入れるという商品です、ね、うん、なるほどね、はい、LTE でつながるんでね、今までなんか国内販売されたこういうデバイスって大抵なんかまあ Bluetooth か Wi-Fi かみたいなところですよね。あ、そうですね、そうですね、初めてじゃないですか。そんなことない。まあ本当に産業用向けのあるかもしれない。そうですね、ホビーユースで、うん、日本で買いやすいものだと、うん、
LTE のモジュールとか 3G のモジュールっていうのがあって、うん、そのアルディーノとかの上にかぶせるような、はい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 、そういう商品が出てました。はい、ただこう1枚で全部一体でっていうのが、まあ、ちょっとなかったっていう感じですね。はい、あ、いいですね。なんか手軽になってきて、あとなんかこれ写真見てもなんかこれ SIM 刺さるんですよ。これああそうなんです、裏にちょっと刺さるんです、うん、ちょっと後で出したんですけど、ね、はいはいはい、ただこれちょっともう間違いやすくて、うん、今現在はこの YOLT ってこの基板が単品で販売になってて、はいはい、で今度12月の1日に、うん、ここにあるようなグローブ IoT スターターキットっていうことで、そのグローブのセンサー7種類がセットになったものが発売になるんですけど、うんうん、はい、そのこの単品の YOLT だけだと基板だけで SIM とかついてない、うんうん、はいはい、はい、でそのスターターキットだと、この YOLT とともに、まあ、下にあるグローブのセンサーと、はい、まあ、さらに SIM がついて、うん、はい、あ、そうですね、 SIM がついてるのと、うん、1000円分のクーポンがついてると、はい、はあ、ほう、なるほど、セットになってます、うん、はい、なのでちょっと強い方は、うん、基盤単品で、あ、うん、これからやってみないなっていう方はちょっとこれから発売になる予定の、まあ、12月1日以降ですね、うん、はい、発売予定のこちらのキットの方がいいかな。ちなみになんか1000円があるとどの程度のことができるとかありますか？ですね、まあ、ちょっと通信量に応じてなんですけど、私が使ってる感じだと、まあ、1デバイスで1ヶ月ぐらいですかね、1000円って通信してて、うん、はい、まあ、それもその1分に1回とか出てあげるとかって、はいはい、うん、はあ、なるほどね、うん、で、これの上で動くそのソフトっていうのはどういうものになるんです？あ、そうですね、どういうものってね、あの、うん、もうほとんどなんかなんでここで、あ、ね、これを上げてんだみたいなのはあるんだけど、まあ、うん、まあまあ、なんかいくつかあるんですよね、そのプラットフォーム、これ自体の、うん、その今現在シードから提供している開発環境は、はい、一応おすすめはあのアルディの ID で開発、はい、ライブラリが提供されています。あともう一つ、中国のチームの方が提供している、うん、エスプリーノっていう、うん、はい、JavaScript で、うん、はい、もこの、デバイスのプログラムを開発していますと、うん、はい、で、まあ、それだけだと、じゃあなんでセンターしているの、うん、話になるんですけど、まあ、ちょっと今まで何回かちょっと紹介しているとおり、うん、NetMF のがあのマイコンで動くっていうものの、はい、まあ、タイニー CLR っていうものが、うん、の出てきてます、うん、アルファ版にあります、はい、紹介したと思うんですけど、なんとこのデバイスででもそのタイニー CLR が動くということで、うんうんうん、今日こちら動かしてみます、はいはい、いいですね、はい、というわけで、あ、まあ、ちょっと物見ますか。あ、そうですね、うん、どんなもの、ボード、ね、ボード単品で通信できるんですか？アンテナみたいなものは何ですか？あります、一応開けるとこの、うん、USB ケーブルが入っていると、うん、はい、うん、まあ、マイクロ USB ですね。マイクロ USB、あ、そうです、マイクロ、で、それ長さがちょっと短いですけど、あ、はい、うん、あとアンテナですね。ああ、なるほど、板状のやつね、うん、板状のアンテナ2本、はい、はい、で、基板がよいしょ、こういう感じになってますね。うん、見えますかね。うん、レレレレレレレなるほど。あ、上下反対。あ、上下。ああ、そうですね。シルクが。ね、で、じゃあのグローブのコネクターが6個ついてて、はいはい、で、まあ、プログラム入れたりすると USB のコネクター。ありますね。裏、はい、これなんですか？あ、これはあのイヤホンとマイクのジャック。あ、まあ、あの LTE モジュールなので、はい、まあ、はい、あの言ってみれば電話じゃないですか。で、電話できるってことですか？これね、ちょっと電話できないです。あ、できないですか？あ、そうなんですか？はい、日本だとできない状況ですね。はい、ボイスオーバー LTE、はい、はい、はい、ボイス、うん、はい、で、そのボイスオーバー LTE が多分この日本向けのモジュール
では入ってないのかなーっていう。ああ、そういうことですか。あ、部品はちょっと実装されてますけど。じゃあ代わりに例えばそのアームでその AD 変換するとか DA で音声出すとかいうことはできるんですか。ああ、できないですね。ああ、できないですか。はい、これあの LT モジュール側から直接ここのパーツにつながっているので。なるほどね。うん、はい、あ、それ裏見た方がいいかな。なんかこんな感じの、はい、結構でかいですよね。はい、裏はこう、うん、あの基板の面積に対して結構な大きさありますよ、ね。うん、これも LT モジュール と、はい、SIM を挿す用の、はい、スロットと、うん、はい、で SIM のスロットは、2段重ねになってて、これもたまに言われる、あの SIM2 枚入るんですかって言われるんですけど、あの SIM が1枚入って、その上であのマイクロ SD が一応挿せれるコネクターになってます。なるほど、はい、うん、結構あれですね、マイクロ SD 刺さるんだったらあの容量的な問題はあんまり気にしなくてもいい感じです、ね。あ、データの、うん、そうですね、まあ、通信もなので、うん、そのネットが切れるような環境の場合だと、うん、まあ、SD に保存してから上げるみたいな作りにした方がいいかな、うんうん、あ、なるほどね、うん、っていう商品になります。で、アンテナを、うん、その小さいコネクターね、苦手なんですよ壊しそうですね。本当の2本ね。うん、はい、あのマーク入ってますよね。ああ、テレコですね。うん、そうだね。儀的撮ってますね。はい、当然、はい、当然撮って。当たり前です。はい、ああ、そうですか。当たり前ね。そうですね。はい、USB ケーブルはちょっとこう添付が長さが短いので、はい、別のケーブルを。うん、買います。よいしょ、はい、うん、持っておきましょう、はい、うん、LED かなんかついてるんですか。あ、なんか、ね、小さいのはちょっと見えるかどうかわかんないですけど、ちっちゃい緑色の LED が今点滅してますね。うん、でこれはまた電源入れただけで何も、はいはいはい、そうですね、うん、でちょっとじゃあ画面を切り替えて、うん、あ、画面出てますかね、うん、はい、で標準的なというか通常のその YOLT は、うん、先ほど言った通り RD の開発環境か、はい、SP の SP、はい、で RD の場合をちらっとだけ見たいと思います。違うんだ、標準的な開発環境はドットネットなんだあれで、まあまあまあ、でもともとライブラリの方にサンプルコードが用意してあるので、はいはい、それの LED を光らせる、まあまあ L 地下ですね、要するにね L 地下ですね、うん、L 地下ここに、あ、そうそうそう、はい、画面が切り替わってますね、はい、大丈夫、ここにLED が乗ってます。うん、まあ、多分見えないですね。持ってましょうか。いや、はい多分見えない、はい、うん、こんなできるだけ近寄ります見えないですね、はい、はい、で、じゃあプログラムを書き込みましょう。で、プログラム書くのでちょっと戻してもらっていいですか、うん、はいまずプログラム書くのには、ほうほう、その書き込みのモードにこう、あ、切り替えなきゃいけない。 DFU モードって言うんですけど、あ、はいはいはい、あ、ARM だとね、なんか割と一般的な手順ですね。でこの裏のブートボタンを押しながら表のセットをします、うん、はいはい、のボタンを押す、はい、はい、でこれで今 DFU モードになったはずです、はい、でじゃあ画面を切り替えて、うん、よいしょ、はい、はい、でデバイスを、まあ、今のように DFU モードっていう書き換えできる状態にしておいて、うん、はい、まあ、RD の ID の方で、まあ、プログラムを入れ込むと、うん、で今開いているのはあの LED 点灯するっていうサンプルを、うん、はいはい、用意してます、はい、これで書き込むと、ちょっとコンパイルをコンパイルしています。ちょっと考え中ですね、うん、あ、なんか出てきました、ね、あ、出ました、今書き込んでいます、ほうほう、います、うん、います
あ、完了しました。あ、はい、はい、完了したって言ったので、はいはい、画面が切り替えて、うん、LED どこ行ったかな。 LED、 あ、ここですね、はい、ここ LED ね、ここね、はい、で、じゃあリセットをしますよ、うん、はい、押せない、押します。あー、なんか光ってますね、はい、なんか虹色、虹色に光ってますね。エル地下じゃない。はい、はい、ああ地下ではないですね。エル二次ですね。エル二次。エル二次。ああなるほど。まあ、こんな感じで、はい、まあアルデノ ID の場合は、うん、なんですかね、DFE モードに切り替えて、はい、まあアルデノ側で、うん、書き込みっていう操作をすれば入り込みます。はい、まあその後手でリセットを押すと動き出すっていう、はい、そういう作りになってます。あ、まあそこまで分かれば IL2C としては楽勝ですな。そうですね、なんてまあまあまあ、はい、はい、そしてで、うん、今日のじゃあ、話しようとしていたのは、じゃあこれをドットネットでっていう話ですね、うん、はい、で、こちらに眩しいですね、はい、でこちらに載っているマイコンは、うん、はい、まあ、先ほどちょっと言った通り、STM32 の F4 っていう、うん、はい、ST マイクロのマイコンが載ってまして、うん、はい、でそちらのマイコンはですね、タイニー CLROS っていうのが、うん、まあ、一応対応しているものになっています、はい、ちょっとお待ちください。まあ、こちらですね、はい、はい、タイニー CLROS ってまだアルファ版のままなんですけど、うん、はい、はい、で、こちらのポーティングっていうところ、うん、あ、ポーティングじゃない、ボードですね、ボードのところを見ると、うん、まあ、フェーズとか、はい、モッド D のとかってあるんですが、はいはい、まあ、この YOLT は、うん、まあまあ、まだ一覧にはないというところです、はい、なんですけど、ただですね、今、このタイニー CLR の、うん、ポーティング、はい、まあ、複数のデバイスで動かす、うん、ポーティングのところに、はい、今私がちょうどあのプロリクを出していて、うんうん、はい、その YOLT でタイニー CLR を動かすというコードが一応アップされています、うん、はいはい、でこれをちょっと突っ込みたいな。ああ、なるほど。今どういうステータスになってるんですか。あ、プルリク出して、はい、で一回ちょっと修正してねっていうのが来て、はい、で修正してあの向こうに投げていく状況。ああ、そうですか。はい、間もなくいけるか否か、うん、で今日はそれをそれが見れる。ああ、そうですね、これ動かしてみましょう。はい、はい、ここに環境が構築してありますので、うん、はい、まあ、ビルドしてあるんですけど、はい、まあ、一回ビルドしていきましょう。ビルドの画面見てますかね。うん、あ、間違えた。EOLT。はい、これでビルド完了しました。うん、で、ファームウェアをアップロードするしたいので、うん、デバイスをですね、はい、デバイスを、うん、またつなぎます。つなぎます。でつなぐと、まあ、さっきのプログラム入って、うん、そうですね、ピカピカピカ光るんですけど、うん、これまた DFU モードにします。はい。はい。はい、光り消えました。うん、はい、でこの状態で、よいしょ。まあ、今作ったタイニー CLR のファームウェアを、うん、はい、YOLT の方にアップロードします。ほうほう、まあ、ちょっとバッチファイルは今用意してあるんですけど、はい、パッと叩いちゃいますけど、はい、そういえばさらっとなんか言っちゃったけど、はい、DFU モードというのはその ARM のファームウェアを書き込むためのモードですね。そう、そうですね、うん、ST マイクロが提供している機能ですね、うん、はい、はい、うん、そのモードにして、でそのファームウェアを USB 経由で転送して、そうですね、うん、そうですね、でまあ実際は普通にリセットすると実行モードになって普通に実行されるという流れです、うん、
で今転送が終わったので、はい、タイニーシエラル OS が入ったって状態です。はい、入った、はい、入った、はい、でリセットをじゃあしてみます、はいはい、リセットします。もう入ったが、入ったがちょっと映ってなかったね、入ったでリセットしました、はい、でリセットすると今度はあの LED つかないですね、うん、あのプログラムが差し替わったので、はいはい、でこれだけでも何もないです、うん、見た目になります、はいはい、でここまで動かしたら、ビジュアルスタジオで、お、なんか毎回あのこの IoT デバイスを動かすのにこのビジュアルスタジオを立ち上げるときのすごい違和感といったらないですで、プロジェクト新規作成でタイニーシエラルのアプリケーションを選びます、はい、ちょっと場所は一旦デスクトップに、おっと、これ今カラーのアプリケーションです、ね、うん、はいはい、でここで、まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、うん、デバッグウィンドウに文字表示するっていうのをちょっと入れたいなと思います。スレッドも使えるんですね。はい、はい、こんな感じで、はい、では実行したいと思います。注目するのは下のインデバッグが、ああパカンスのユージング、はい、ユージングしてで、まあ実行と、まあこの辺はねあまり変わんないですね、見た感じ、ね、そうですね、はい、でこれで今、デバイス側にプログラムが転送されて、うん、リセットがかかって動くと、はい、はい、で画面にハローワールド、おーおー、これハローワールドで、これまあパソコン上で出てるんで、ね、うんうん、本当にこのデバイスで動いてるのかっていう、まあでもあれですよね、今アルディナ ID 使った場合って、はい、その DFU モードと RAN モードの切り替えとかいちいちしなきゃいけないんだけど、あ、そうですね、だけどこれだとあれですね、どっちかというと楽ですね、逆に。そうですね、ボタン操作して DFU モードに切り替える必要はないですね、うん、一回そのタイニーシエラルのあのファームウェアを書いておけば、そうですね、あとはビジュアルスタジオだけでいけるといいじゃないですか、はいはい、でこれだけだとちょっと本当にこの何でしょう、ハードウェアで動いてるのわからないわからないので、うん、まあ、ちょっとハードウェアで本当に動いてるぞっていうのをちょっと用意していきました。でこれ一応 LED さっきチカチカついたと思うんですけど、うんうん、チカチカじゃないね、ふわっと、ふわっと、はい、ちょっと LED つけるの難しいので、はい、今回は、このグローブのモジュール後付けして動かしたいなと思います、はい、これは何ですか、はい、でこれは一応あのボタンですね、ああ、はいはいはい、ボタン、はい、うん、あとこちらは入力になるってことですね、そうですね、入力です、はい、こちらはあのブザーで音が鳴るものが、で、ソフトウェアをでは用意したいと思います、うん、あらかじめ用意してあるものがあるので、はい、3分クッキングで、はい、まず YOLT 用のクラスを、コピっちゃいます、はいはい、で、それはあれですか、中身はインテロップライブラリみたいになってるんですか、あ、いや、これはもう普通にあの C シャープで書いたコードになってます、はい、今なんか波線出てたのがちょっと気になりますね、ビュースは治るとかじゃないですか、なんかないか、でコードをコピってきます、はい、よいしょ、コピりました。で、あー、エラーがいくつか出てるのはライブラリかな、ね、ネゲットが足りないですね、はい、うん、タイニー CLROS 用の、ああ、コアとかデバイシーズとか、そうですね、で、ドローイングとか気になるけど、
あともう一個、これですね。ストレージ。うん、はい、出しました。はい、でこれでビルドします、うん。はい、ビルド成功。はい。で、ちょっと到達できないコードと書いてますけど、あの後ろは雪ループしてるので。あ、はい。で、ハードウェアを、どこにつなぐかな。あ、これですね。ボタンは D の38、うん、ブザーは D の20、うん、につなぐと、はい、はい、ちょっとプログラムを転送していきましょう。はい、これで動いている状態ですね。で、ハードウェアの方を、うん、よいしょ、ボタンが D の38、うん、ここですね。ブザーが D の20、うん、おう、おうおう、あ、今ボタンを押してる間だけ音が鳴るみたいな。そうですね、そうですね。おはい、ああ動いてますね、おそらく。おそらく動いてます。おそらく動いてます。まあちょっと変な音ですけど。じゃあちょっとコードを変えて。うん。よいしょ。まあ、ブーブーブーって音の周波数をちょっとじゃあ下げてみましょう。はい、うん、ああ、そこはもう単純にループで周波数決まって、オンオフでやってるわけですね。そうですね。はい、下がね、はい、うん、あ、ちょっと高くなりましたね。なんかあんま変わらないですね。まあ、な、うん、一応高くはなってると思う。ちょっとね、下がるはずなんですけどね。下がるはず？あ、そうだよね、時間伸ばしたんだもんね。そう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 。一体一体もっと思い切って、ああもっと思い切って、まあ、音がね、あんまり正確にちょっと出ないんですよね。スピードが、うん、まあ そんなにないので、うん、そうですね、はい、まあ、ただまあ、ビジュアルスタジオで、はい、ちょ動きますっていうのと、うん、まあ、前回もちょっと紹介したような、うん、デバッギングの機能もそのまま使えるので、うん、とボタンを押したらブレイクするみたいな、はい、ブレイクポイントをここに引いて、うん、まあそうですね、ボタンを押すと、おお、まあ、止まりましたね。なるほど。でそのまま実行もできる、うん、ピッて。まあ最後の端末まです。はい、という感じで、はい、まあ、製品自体は、うん、まあ、シードの製品ですけども、はいはい、あのタイミング CLR のポーディングは僕の趣味でやってる、はい、そうですね。はいはい、で今は、LT の通信とかはできるんですか？あと、そのタイニーCLRはあくまでこの CPU でまだ動くぞっていう段階で、うん、あ、はい、通信 LT 通信はまだできない、ね、あ、できないですか、はい、あとそのオンボードの LED もまだつかないっていう状態、うん、あ、そうですね、 LED はね、はい、まあ、まず先にそれやりたいですね。でオンボードの LED はこれ、あの WS2812 ってあのシリアルの LED の互換のもので、はあ、あの視点灯させるのに、LED って何ですか？僕聞いたことない。そんな、そんな代物があるのみたいな。そんな結構よく使われて、それは何？は、あの小さいマイコンが入ってるってことです？ああ、そうです。LED の中に、LED っていうかパッケージの中に入ってて、そんな初めて聞いたわ。はあ。
で、これ今データしてたんですけど、はい、ここの図にあるように、あのシリアルをこうカスケード接続って、ね、図をつなぎにすることで、はいはい、まあ、テープ LED みたいな連結ができて、はい、かつその信号が、デジタルの信号なんですけど、これのタイミングがここにある通り、0.35 マイクロセックとか 0.7 マイクロセックとかですね、はいはい、マイクロセックオーダーで、はい、このタイミングで信号を出さないと、はあ、あのどの色を表示するとかって指定ができないんですね。指定自体はデジタルで行われてるんです。そうです。これ今言ったのはまあ単純にそのデジタルのパルス のタイミングの話で、アナログあの周波数変調してるわけではない。ああ、ではなくて、あ、なるほど、はい、まあ、この図で言うと T0H、T0L って書いてあるので、はいはい、0.35 マイクロセックハイにした上で、0.8 マイクロセックローにすると、これが0っていう意味ですと。うん、で、こっちの違うタイミングが1という意味 で、その上で、0101っていうのをシリアルにこう転送していくと、データがこう LED に渡せると。くわー、仕掛けになります。で、今、すごいデバイスだ。そうですね。で、今現在、その、タニシエラル、で、作れるタイミングが、はい、まあ、さっきコードにもちらっとあったんですけど、ミリセックぐらいのオーダーなんですね。これの正確なマイクロセック刻みがちょっとできないので。ああ、それってアルディーノのあのデモの時にはどうしてるんです？あれって。あ、なので、なんですかね、もっと低レベルで作り込まなきゃいけないし、まあ、具体的にはあの、その LED のこの、IO するタイミングはC とか C++ で書いて、はいはいはい、で、C シャープからはインタロップで呼び出すっていう、はいはいはい、うん、まあそうなりますね、はいはい、うん、まあ逆に言うとあれですよね、そのこのマイクロセックオーダーのやつってその、C とか C++ で書けば一応実現できる能力があるってことですか。そうですね、そうですね、別にPWM制御とか、あのハードウェアのそういうのを使わなくても、ああ、そういう意味では、PWM ではダメですね。その同じリピートの波形になっちゃうので。ああ、そうか、切れないか。あ、なのであの意外と難しいデバイスだな。SPI とかアイスキャッシュみたいな企画だったら、うん、まあペリフェラルに投げればやってくれるんですけど、うんうん、そうですね、はい、でこの場合は DIO、 不思議な、ああそうなんだ、はい、あ、まあでもよく使われてる。ああそうですか、デバイスです。へえ、だなまさに。なのでこれはインターロップのところをちょっとうまく動くように、うんうんうね、実装してからじゃないと、うん、あの、うん、LED が光らないできないっていうことですね。うん、なるほど。これでまあベーシックなインターフェースがこの LED で、あとその3つついてるボタンのうちの残り1つはパワーボタンか。ああ、パワーボタンは、うん、あのマイコンにちょっと入ってなくて、うんうん、はいはい、これはあの LED モジュール側のスイッチなので。あ、そうなんですか、はい、じゃあまあ事実上あるじゃないですか、そのボードを買ってくるととりあえずついてる IO としてはこうこれ LED だけなので、あの標準で、そうですね、うん、なんでまあそれあと、まあ、LTE 通信なんで、まあそこがサポートできればなんかあれですね、あのこの WIOLTE の上であのタイニーシールアールが動きます。そうですね、まあ、あとはまあグローブのコネクターが6個出てるので、うん、その6個のものが一応一通り操作ができるっていうか、こうですね、あのデジタル入出力とアナログ入力と、はい、UART とアイスキャッシュと、はいはい、なるほど。ちなみにこのグローブのセンサーとか今まあスイッチとあのブザーだったんで単純な IO で、うん、であと考えられるなんか他にいろいろあるじゃないですか、I2C とか SPI もそうだし、うん、そういうのってあのアルディーノの方にはライブラリがあったりするんです。ああ、そうですね、あのアルディーノに関してはライブラリが、あ、それを使えばまあ多分できるだろうと、うんうん、なるほど。あれですよ、アルディーノってあるんですよ、アルディーノ UNO ですからね。それはつまり移植が必要と言ってる。そうそうそう。ああ、そうか、なるほど。アルディーノ UNO の話と、うん、その YOLT のアルディーノ ID での開発っていうのはちょっと違ってて、そうですね、まあバイナリーに違うんでしょうがないですね、うん、
でそのさっきちらっと紹介した、うん、スタタキットフォーソラコムっていう、うん、7個のセンサーに関しては、はい、もうすでにサンプルプログラムを用意しているので、あのその7種類に関しては、はい、もうポッドタッチでできると。でそれ以外に、まあ、グローブのモジュールってもたくさんあるので、はいはい、あのものによってはあの自分で作らなきゃ、いやほとんど作らなきゃ、あれですね、なんか I2C とか SPI のそのなんていうんです、通信部分のサポートができればもうちょっと幅が広がるかもしれないですね、うん、移植とかの道が開けるかもしれない。うん、なんかそのグローブのコネクタに関しては、うん、そのデジタル入出力、アナログ入力、アイスキャッシー、うん、UART っていうシリアルがあって、うんうん、はい、SPI はないです、ね。あ、SPI はないですか。はい。なので SPI はまずないです、ね、うん、で。あとは、この YOLT の、そのアルディーノで開発するパターンは、はい、まあ、当然コネクタ一通り動くものは提供しています。はい、UART とかアイスキャッシー。はい、で、タイニーシゲラル OS に関しては、ま、僕が。あの、まあまあ、コツコツやってる感じなので、UART は多分大丈夫、はい、アイスキアシーはまだ分かりません、まだ分かりません、全く手をつけてないです。なんかあれですね、あのいろんなものをサポートしようと思ったらその I2C の、 あのクラスとかを用意しておくと、あとは誰か熱意のある人がやってくれるかもしれないですね。一応ね、アイスケアシーの、コアの部分ですかね、うん、はもともと、もう入ってるので、あ、タイニーシーラル、STM32 用に、あの、そのタイニーシーラルの中に、はい、STM32 用のものが入ってるので、はいはい、そのピンマッピングとか、動作確認とか、その辺がやれば、まあ、これで使えるでしょう。ああ、まあ、多分大丈夫かなと思いますけど。うんうんうん、あれが使えるようになるとね、デバイスの幅も広がるんで。あ、そうですね、うん、そうですね。今日も、あ、よいしょ。ISKRC で動かすものとしては、うん、あれかな、加速度センサー。ああ、はい。加速度センサー。ほうほう、あとは UART は、ちっさ。GPS。うん、これ何？あ、GPS ですね。はい、これ UART なので。ほう、あ、初めて見た。これがアンテナなんですか？これアンテナです。ちょっと見えてなかったですね。はい、こんなやつですね。はい、なるほど。そういえば、VOLT には GPS なんか、なかったですか？はい、ないです。ないです。ないですか？ないです。はい。そうですか。はい。ないですか？残念です。ないです。これはもう、シードの話ではないですね。ああ、はい、LT モジュールの中に、はい、あの内蔵するか否かがオプションになっていて、うん、はい、で、あとは、テレック認証を取るときに、うん、はい、入ってたもので取ってますか、どうですかという話ですね。ああ、そうか。残念。まあ、これをつけていただきます。これ大体どのぐらいするもの？あ、これね、うん、結構高いんです。あ、そうなんですか。はい、だからグローブの GPS はちょっと、なんかこのグローブじゃない、あの VOLT を使ってなんかツイートとかするときに位置情報がつけれると、これで24ドルぐらいですね。ああ、なるほど。はい、23ってことで。まあでも、まあ24ドルならそんなもんかって気がしますけど。うん、まあ50ドルぐらいするんかなと思う。なるほど。あとはどれくらいの位置情報精度かっていうのもあるんですけど。使うことはあります？片知ら、あ、これ、うん、ありました、ありました。うん、どうでした？あ、いやいや、あの、なんでしょう、普通の感じですけど。いや、まあ、それは、いや、その位置精度。あ、で、要は、SIM の情報から取るとかも、なんかちょっとできるのかもしれないなと思うんですけど。ああ、そうなんですか。要は、LT 通信して、で、その、どこの、どの辺のアンテナで拾ってるか。あ、基地局の話ですか。ですね、ああ、なるほど。ちょっと私自身やったことないですけど、はいはい、やってるっぽい記事とかはちらっと見たりして、ああ、そうですか、ああ、やっぱりできるのかなと思うんですけど、うんうん、そんな正確じゃないと思います。だからどれくらいの精度がいるかっていう話があると思うんですけど、ああ、
ああそうか、VOLT はあの Wi-Fi はできないですね。Wi-Fi BLE はできない、ね。Wi-Fi BLE は入ってないですね。LT だけ。LT だけです。はい、3G はいけるんですか？ 3G も、この、YOLT の JP バージョン、要は日本で発売しているものは、うん、はい、3G は入ってないです。あ、そうですか。はい、あ、じゃあ、LT、まあ、LT か、うん。なるほどね。おまあ、でもあれですよね。LT 通信できれば。まあ、最近だとどこでも通信できるっていう話になるんで、あの Wi-Fi のモジュールとかね、割と最近あのメジャーになってきたから、うん、あの比較的安くあの手に入ったりできるけど、こうなんか Wi-Fi のね、あのルーターがないとあの動かなかったりするんで、まあ、そういう意味では、うん、はい、いつでもどこでも動かせますっていう言い方ができるかな。うん、うんうん、なるほど。まあ、タイニーシーラーロースで言えば、まあ、やっぱり先ほど の, あの、インターロップのところをちょっとクリアしないと、うんうん、LED もつかない、はい、いや楽勝でしょいや、あのどうしてね、僕ネット MF のインテロップは、うん、結局 どうなのかっていうのをよく知らないので何とも言えないですけど、まあ、あの僕IL2C やってるけど、 IL2C のインテロップはそんなにインテロップ自体は大変じゃないかなっていう気がなんとなくしてるんですけど、まだ着手してないですけど、うん、まあ、ちょ軽く見た感じだと、うん、その C シャープ側で、うん、そのメソッドの定義とかを書いて、うんうん、はい、でオプション設定してビルドすると、うん、C のコードがテンプレみたいなのがちょっと出るので、そこをまあ実装するみたいな格好なんですけど、はいはい、まあ、実装するにはその、うん、型、うん、アイオンとか型知ってなきゃできないとか、はいはいはい、もちろんそうですね、あとコンパイルは GCC で別で、うんうん、まあ、あの C シャープとは別でコンパイルしなきゃ当然いけないし、はい、コンパイルしたものをメモリー上のどこに配置するかっていうのが、うん、やっぱ そこがあれですよね。そうなんですよね、その、うん、ビジュアルスタジオでちょいちょいっていうわけにはいかないね、うん、我々がなんか普段 Windows とかでやる場合はダイナミックリンクライブラリとしてあの結合することになるんで、まあ、ファイルのなんか近しいところにあるだろうみたいな感じで作ればいいけど、うん、そうですね、全部、まあ、そういう感じでネイティブ環境からアクセスできる状態にしなきゃいけないから、まあ、なかなかその辺が、まあ、難しくないだろうけど面倒くさいっていうのがありますね。その辺はちょっと強い人が作ってる、うんうんうん、そうですね多くの方はビジュアルスタジオの試作だけで開発できるようにならないかなと思いますけど、でもどっちにしろ LED やらなきゃいけないじゃん LED ねーそうですね、まあ、とりあえずあれでしょとりあえずはあのそのいや LED をコントロールするネイティブのコードは C で書いて、でそいつをラップするようなあの C シャープ の, あのクラスをなんか提供するみたいな感じになるんですよね、きっとね。まあ、その辺もね、でもちょっと悩みどころではあります。うん、その結局ファームウェアを、まあ、さっきコマンド一発でビルドしてたと思うんですけど、うんうん、あそこのメモリマッピングが、まあ、当然あった上での、はいはいはい、C シャープの場合だと外部のライブラリは、先ほどのようにヌゲットで取ってくるんですよね、うんうん、はい、でもヌゲットで取ってきたものに、うん、そのインタラップの対応するコードをこう差し込まなきゃいけないじゃないですか、うん、当然プラスながら、うん、はいはいはい、ファームウェアっていうのを一括してヌゲットから取るみたいなのは、まあ、無理だろうなっていうところがあるので、ってなると、いやこれってファームをビルドするスキルがないと構築できないのか、もしくはもう、提供されてるファームにあらかじめ、うん、まあ、突っ込んでおくっていう、でもそれだとちょっと本家とずれてしまうので、ちょっとね、なんかツールチェーンをどう扱うかの問題があると思うけど、例えばヌゲットのそのパッケージの中に C のソースコードを入れておいて、そのネイティブコード用ので、そいつをダウンロードしてきてパッケージ展開されてビルドするときに裏でそのツールチェーンを使ってビルドして結合するみたいなことは、まあ頑張れば不可能ではないかもしれないけど、ちょっと難しいところがあってですね、その、インタロップのコードを突っ込む手段が、うん、今現在だと、うん、そのファームにくっつけてこのデバイスだと DFU モードにして突っ込む
ていう動きなので、え、じゃ あ、 あ、そうそうですよね。なんかあの、V、 あのビジュアルスタジオでさっきビルドしてデバッグってやってた時には DAW にしてなくて、あれはどうなってるんですか、その生成したコードは。で、あのそれって IL ですよね。 IL 含むメタデータってことですよね。そうです。でそれを、まあ、アセンブリを、アセンブリをなんかシリアル転送かなんかしてるんですよ。あ、そうです。 USB 経由 で、 で、あ、いや、ビジュアルスタジオに対応するデバッガーが、はい、ファームウェアの中に埋め込まれていて、でそのファ、はい、デバッガーのプログラムが、はい、ビジュアルスタジオからの、IL を受け取って、うん、そのあらかじめ決められた、フラッシュの領域に書いてるっていうところですね。ああ、なるほど。で同じ形式で、うん、そのインタロップの CC++ のコードが差し込めるのかっていうところが、うんうんうん、はいはい、まあビットデータだって考えれば転送だけはできますよね。問題はなんか ARM 上でそのデータ領域というか、転送もね、でも転送も何でしょうね、アドレスがついてないので情報としては、うんうん、そう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 、でもインタロップってアドレス固定で動くので、まあ、その辺がさっきのそのファームのメモリマップのみたいな話にちょっと及ぶんですけど、あ、インテロップのそのライブラリの中にあの物理アドレスを書かないといけない、確かね、確か必要だった。あ、そうなんですか。あ、それ難しいな、それ。あの関数のアドレスマップ、うん、そうなんですね、うん、そこはなんかあれですよね、なんかタイニー CLR にちょっとだけ手入れたい感じですね。 そこがだからリロケータブルな形式になってて、その IL コードを突っ込む領域とのところの一部にその CC++ コンパイル済みのが配置できて、で、なんですかね、V テーブルじゃないですけど途中経由して呼び出しができると、あの気にしなくていいかなって。 ARM ってあのハーバードアーキテクチャだった？ああ、そうですね、データとデータバースと、コードが別ですね。そこなんか絡みますか？あ、いいか、MMU が許可できればいいのか。MMU は、ないんですよ、ね。ないから。あの、要するに、転送したデータは、データとしてだったらいくらでも転送できるし、保持できるじゃないですか。でも、そのコードを実行できるようになるかどうかはまた別の話だと思ってて。あ、そういう意味では、そこは心配ないです。あ、そう、アドレス。そこは心配ないですね。例えば、無理やりアドレス直指定でジャンプ命令発行すれば、そこへジャンプできるんかみたいな話で。でも、わかんないな。ちょっとやってみないとわかんないですね。なるほど。まあ、それができれば、一応、手段はあってまあ実現するのはいろいろ大変だろうけどっていうことですよね。なんかそれができない、うん、あの CPU アーキテクチャとかもあるみたいなんで、うん、まあ今はまあそのマイナーかもしれないけど、ああ、なるほど、うん、まあやっぱりあれですね、インテロップですね。その IL2C でもそう思うんだけど、俺ができるといろいろなんかこう幅が広がって、応用の幅が広がっていいなと思うんで、まあ、ただでも何でしょうね、まあ、今の LED のこうきっかけにちょっと話してますけど、うんうんうん、そこはまあかなり低レイヤーなので、なんですかね、まあ、ファームウェア、単に CLR OS のファームウェアとセットで、うん、YOLT 用のファームウェアで保管しちゃえば、うんうんうん、まあ、ユーザーにとっては、まあ、LED はね、そうそう、まあ、VS から突っ込めなくても、うん、気にはならないと思う、うん、まあ、それこそあれですよね、なんか、まあ、だから考えられるのはオリジナルのグローブのモジュールとか、うんうん、要はそういうタイミングがシビアなグローブのモジュールをつけた時に自分の C シャープからやりたいと思う、うん、そう、やっぱりあの I2C サポートするのは優先度高いんじゃないですか。まあ、あの I2C でもものすごくそのすごい高速な通信ができないと成り立たないデバイスもあるかもしれないけど、なんかそれができるだけでもなんか、ああ、なんか規定 の、 その通信のためのライブラリはあるから、あとは自分でその用意したデバイス用のやつをその上に乗っけるかみたいなことができるようになるんで、うん、まあ、応用の幅がだいぶ広がりますよね、そうするとね。うん、なるほど、夢が広がりにくいと、もう実情まあ、ISP やシーンもありますけど、さっきの LTE 通信しないでこのハード使ってるって、うん、あ、まあまあ確かにそうか、そっち、ああ、そうですね、どっちが先かみたいな
鶏が飛ぶ。あ、LT はどうなんかあれってあれじゃないですか、シリアルっぽい何かに AT コマンドをサポートできる何かを実装すれば、なんかめちゃくちゃ曖昧なこと言ってますけど、もう LT のモジュールとの通信はできる状態まで確認できてます。ああ、そうですか。あ、じゃあまあただその LT モジュールを実際にコントロールするそのコマンドとかを載せなきゃいけないので、でまあ当然 Arduino ID でやってるので、まあそちらからこう持ってくるような過去なんですけど。なるほどね。そうか、そのあたりはあれですね、文字列操作ですね。そうですね、マイル 2C では頭の痛いところまだなほとんど何も考えてない感じ、なるほど。まあ、というわけで実際に動く、はい、はい、そうですね、まあ、ちょっとピーって音は微妙だったりとかしますけど、だからその辺がちょっとパフォーマンスとか、の話で、はい、あれですね、なんかガシェッターの再来っぽい感じがあ、ドテントガシェッターっていうあのデバイスが ね、 あってね、あの GHI エレクトリックスですね、ガシェッターはあの V エクステンションであのビジュアルで配線とかできるので、そこまではちょっと今考えてないですけど、ね、うんうん、まあ、あれは大変大変ですよね、いや、なんかあのこのグローブのシステムがそのなんていうか、こうサブモジュールをこうあの簡単につなげれますっていうところの、そのコンセプトがまあなんかちょっと似てるなという感じがしたんですけど、なるほどね、はい、はい、じゃああれですね、より完璧なタイニーシールアップを目指してそうですかね、あの来年までにはね、ほうほう、なんかある程度動く状態にはしたいんですよね。ああ、いいですね。で持っていけるといいですよね。ああ、そうですね、海の向こうにねですね、僕も頑張らなきゃちょっと余談になっちゃうんですけど、はいはい、この、YOLT って、あの今持ってきてるのがジャパンバージョンっていうので、まあ、結構日本の LT の、あの電波に合わせたものになってるんですけど、US バージョンっていうものも、あの発売になっているので、なので、まあ作ったものを、その US バージョンのハードウェアで動かすことで、海の向こうでも、あのデモンストレーションできるですね、はい、あのあれですか、 LT モジュールが変わらないだけで他はほとんど一緒ってこと。 LT モジュールが変わりますね。あ、じゃあ、LT モジュールが変わるだけで他は、はい、あのほとんど変わらない。あ、他はそうですね、なるほど、じゃあ書いたコードはまあ大体は持っていける、うん、ただそうですね、LT モジュール側の受け付けるその通信とかが差異があるかどうかっていうのがあるんですけど、はいはい、はい、おー、いいですね。というわけで皆さんもぜひ、はい、うん、そうですね、ボーティングにチャレンジして、うん、着地点がすごいわ俺もさすがにそこまで勇気はなかったはい、うん、こんな感じでね、こんな感じで持っておりますと、まあコンパクトにまとまってますね。はい、まだ、はい、まだその何でしょう、まあポートもね全部対応してないとか通信できないとかあるので、うん、はい、まあコツコツ今後に行きたいと、コツコツ、はい、コツコツ、ね、うん、いやいや大事ですよ、コツコツとね、そうですね、ちょっとずつ、やるんです、はい、今日はそんなところですかね、はい、はい、そうですね、今日はシードさんのWIOLT が日本で日本向け、つまり技的通ってるそこ強調するんですか、うん、いや、それはもうデフォルトですから、ね、あ、そうですか、あ、じゃあナチュラルに日本で使えるWIOLT というあの LT じゃない、あの IoT 向けですね、 IoT 向けのデバイス上でタイニー CLR が、まあ、とりあえず産声を上げたみたいな感じですかね。そうですね、ということで、今回、
の、ビデオを終わりたいと思います、うん、ぜひ動画にいいねをしていただけると、ああそうですね、よろしくお願いします、うん、あのいいね押すぐらいあのみんなポチッとクリックしてくださいあのそれだけでうおーってやってる側うおーってなるんでぜひ、うん、反応がないと寂しいですよ、ね、あそうですね、はい、僕ちまちまとやってますはい、じゃあ、以上で終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。さよなら。はい、ダメだ、今日は非常にダメだだんだん悪化してきてる、どうしよう。